まあ、2021年に、まあ、よく出た植物というそれはね、これうーんってない。え、でも亀甲流とかはまだあれじゃん。やっぱり曲がってる方がいいんですかね。あなたの性格と同じで曲がりまくってる。曲がりまくってますよね。始まりました。始まりました。始まっちゃいました。今日は2本撮りですよ。さっきじゃないですよ、前回の動画ですよ。なんだか緑がいっぱいですけど、はい、植物屋さんなんでね、緑がいっぱいですよ。それ当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか、画面の中に。じゃ画面の中にさやさんいっぱいにしますか。やめて、本当にそうだから。するよ、編集でします。編集でします。はい、今日は何ですか。言ってくれないの。言ってくれないですか。なんで俺が言わないんですか。今日はですね、はい、まあ、2021年に、まあ、よく出た植物というか、売れ筋というかランキングをね、発表しようかな。うちの店調べ、はい、うちの店、当店調べ。それは何も関係なしですか。何も関係なしというのは季節とか、はい、うん、お祝いでとか、はい、関係ないです。何もなし、はい、とにかくもう何が出た、よく出たかっていうのを発表したいと思います。まず5位、5位からいきましょう。はい、5位、5位はダダンダダンダダンって言わんくても入れるから、カレックスカレックスカレックス。中でも一番出たのは亀甲流ですかね。亀甲流はすぐ出ましたね。とグラキリス、グラキリスね、グラキリスもすぐなくなった。男性だよ、特に女の人買いに来たの、コーデックス買わんでしょ。それはね、これうーんってない。え、でも亀甲流とかはまだあれじゃないですか。亀甲流、亀甲流ね、これがね、本当はね、俺は1位になってほしい、コーデックスが。だからね、まだ山陽はね、あんま浸透してないかもね、コーデックスブームが。 あるかもしれない。山陽の方がやっぱりよく出るもん。はい、第4位、ダダンダダンダダン、ゴムの木。今画面にもちらっと映ってますけどね、ベンガルかな。うん、ベンガルです。はい、ベンガルが映ってますね。ゴムの曲げ仕立てがよく出ましたね。曲げがね、曲げがね、やっぱり曲がってる方がいいんですかね。あなたの性格と同じで曲がりまくってる。曲がりまくってますよね。待ったもんな。まっすぐじゃダメだよ。はい、曲げはよく出るよね、ゴムに限らずね。まあ、エバーフレッシュとか、うん、ウンベラッタ、ウンベラッタ、うん、曲げがやっぱよく出るかな。うん、ばっかりですね。みんな曲がってんじゃない、性格は。一緒ですね、仲間ですね。いや、僕はまっすぐです。しょうがないね。私は無視するということを覚えた。本当本当、冷めた目を送ることを覚えた。次、次いきますよ、次、はい、次、次、第3位、はい、第3位、ダダンダダンダダン、くだらない動画、どうぞ。ダッモー、ダッモー、ダッモー、that mo 僕たちは僕たちは僕たちは
僕たちは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 ボボ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 ダツモダツモダツモボボボボボボボダツモ。俺ね、新しい会社立ち上げようと思うんだ。何の会社ですか？オミクロン株式会社。あ、オミクロン株。オミクロン株。法人するんですか、とうとう。うん。何の会社ですか？オミクロン株式会社。何するんですか？オミクロン株？オミクロン株。株？株？どこ見てんだよ。かい、あら、かい、おお、あれ、いらっしゃいませ。ようこと、ぼぼた、こんにちは。ボタンカルライフ。ボタンカルライフ。くだらない動画お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。毎日更新しておりますので、さやさんのインスタフォローよろしくお願いいたします。誰？ということでね、じゃあ第3位いきましょうか。第3位はこちらです。おっと、失礼しました。第3位のバッツ。バッツ。フェニックスに限らず、ヤシか。ヤシがね。ヤシがよく出たね。すごいいっぱい出た。出ましたね。ヤシです、ヤシ。ヤシのヤシですよ。あ、ヤシって言ってたんですね。ヤシって言ってました。ヤシは特に乾燥なし。だからもうヤシに関してはさ、何回も今まで過去の動画でめっちゃ言ってるもん。植え替えまでしとるもん。そうっすね、うん、もういいでしょ、しつこいでしょ。じゃあ2位いきますか。2位いきますか。2位いきましょうか。じゃあ2位はアガベです。アガベだ。あ、ドゥドゥンっていうの忘れた。ドゥドゥン、あ、入ってる。ドゥドゥン、アガベですね。アガベさんでもこれも今ちょっと見えてますね。これ青の流絶乱、これね、うん、アガベよく出ましたね。あのチタノタ入れた時かな、ブラック&ブルー、うんうん、インスタにボーンってアップして秒でしたもん。秒だったね。秒でしたね。インスタ見てきました、インスタ見てきましたっつって、あ、もうなくなった。でその後もお客さん来て、今日のインスタで見たんですけどっつって来て、いやごめんなさい、もうなくなりました。一瞬でしたね。アガベ、アガベだよ、アガベ。言うて、アガベだよ。言うて。え？まあ俺も好きだけど、似てるじゃないですか、あのアロエと。アロエね。おばあちゃんが傷口に塗ってくれたでしょ。おばあちゃんって言うの？ということでね、2位はアガベということで。うん、まあね、6ガーデンとかが。あ、そうそうそう、6ガーデンいっぱい作ったもんな、去年な。そうだ、それもあってから、やっぱね。1位いきますか。ちょっと取ってくるわ、1位のやつ。1位のやつ取ってくる。ちょ、待ってて。ちょ、待ってて。もう、なんて言っていいかわからない、この人。第1位。ドゥドゥン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 。ヒボタン。ヒボタンですよ。ヒボタン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 。俺チベタン。チベタンです。よろしくお願いします。よく出ましたよ、これは本当に。赤がすごい。いつまで積もってるんですか、あんた。
一番出ないのはチョコレート。チョコレートね、チョコレートちょっとかわいそうだけど、でも出たじゃん全部結局。私可愛いと思いますけどね。チョコレート、チョコレート、ちょっとドス黒くない？あ、ドス黒いもん、ね、黒い剣だな。そういうことだわきっと。イベント持っていくたんびに完売だったりとか。あ、そうね、うん、イベントですぐ完売しちゃったもんね。可愛い、置きやすい、管理が楽。まあそんな感じですね。今日おこですね。いつもおこです。おこです。いつもおこです。そうですか。あなたの出来が悪いのね。パワハラですよ。パワハラですよ。セクハラの方がいいですか。どうも嫌です。どっちも嫌ですか。ごめんなさい。ごめんなさい。おふざけ動画もかなりセクハラにもう近いけどね。近いっていうかもうセクハラだけどね。どこ見てんのよとか。ああ。思いっきり下ネタだし。やばい、もう麻痺してきとる。あれはダメですよ、本来はね。下ネタ好きでしょ、でも。いや、全人類みんな好きだと思うよ。いや、まあまあまあ、結局が一番盛り上がるの、下ネタの。そう、結局、うん、そんなわけでですね、日々毎日こうアップしてる、だらない動画アップしてるサイさんのインスタのフォローと、もちろん、チェンジさんの方のインスタのフォロー、Facebook、Twitter、やってます。で、TikTok の方は、脱毛おじさん劇場やっておりますので、皆さんぜひフォローしてやってください。チャンネル登録者数頑張ってほしいです。頑張ってるんですよ、頑張ってるんですよ、頑張ってるんですけど、なかなか増えないんですよね。チャンネル登録はね、なんでですかね。みんなちゃんと登録してください。はい、地道にこうやって頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。お願いします。頭が痛いのでこの辺で終わります。次回の動画を楽しみに。デザイン、リメイク、制作、独創的なアイデアひねり出す、あなたのための特別なオーダー、何にでもウェルケンしてくれよ、そうだ。詳しくは米子米原ボタデザインで検索チェック。